幼い頃から続けている野球をより良い環境でやろうと思っていました。東京、千葉でもたくさんの高校はあったのですが、東洋大志高校は設備や先輩たちの野球に取り組む雰囲気がとても良かったので魅力的でした。また何よりも尊敬できる指導者の下で野球をしたいと思ったので入学を決意しました。高校生活が始まった最初は、朝早い練習やより難しくなる勉強などに慣れるのは大変でした。しかし、クラスで同じように頑張っている他の競技の仲間から何度も励まされました。部活ではコロナウイルスによって目標が崩されてしまったのにもかかわらず、新たな目標に向かい努力する先輩たちの姿に感動しています。先輩たちの分まで頑張らなくてはいけないと感じ、日々の練習に全力で取り組んでいます。大学でも野球を続けたいと思っています。そのためには身体能力や技術力の向上だけでなく、自分に厳しくすることができる力も必要だと思っています。また周りとの信頼関係を築けることも大切だと感じています。自分は口ではうまく伝えられないタイプなので、何をするにも先頭に立って行動するように心がけています。将来は高校大学とで学んだことを生かし、多くの困っている人を助けられるような職業についていきたいと思っています。スポーツクラスに入ると部活動や日々の学校生活を通じて多くのことを学べます。文武両道の充実した毎日を過ごすため、今は勉強を頑張ってください。そして一緒に楽しい高校生活を送れるよう頑張りましょう。